ウゴナガの駅は、秋田県大仙市長野麻柳田にある、東日本旅客鉄道田沢湖線の駅である。旧木造駅舎かつては急行、田沢が停車していた。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは、湖線橋で連絡している。大曲駅管理の簡易委託駅で、窓口が設置されている。開業当時からの木造駅舎が残っていたが、 2008年12月から JR 東日本や秋田建築技術センターの設計、施行により、新駅舎の建設工事が行われ、2009年3月15日に使用開始された。二代目駅舎は公共施設機能を併せ持っており、駅施設の他に交流ホールとトイレを併設している。鉄骨造り平屋建ての119平方メートルで、内駅が25平方メートルである。 外観は大仙市大見和製地区にある指定文化財の米や衣類などの保管庫として使われてきた水板倉をイメージしている。JR 東日本によると2020年度の1日平均乗車人員は71人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。駅舎及びホームで1986年公開の映画君は 裸足の神を見たかのロケが行われた。ありがとうございます。